今日話していきたいことはとってもヘビーなので、性虐待とかそういう重い話が苦手な方は見るのをやめるのをおすすめします。父からの性虐待が始まったのって小学校4年生ぐらいからで、卑猥な言葉使うね。なんか胸を触ったりとか、小学校4年生から1年間は母が夜いない時に、母は夜の仕事で毎日家を空けてるので、で毎日、夜に、私の下半身を何時間も舐めてる状態で、1年間そんな感じなんですよ。いきなり、本当にいきなり寝てる時にされ始めたのが、きっかけで、そこからエスカレートして毎日毎日そうされてたんですね。で、それだけじゃ収まらなくなって、母が夜のお仕事に履いていってるストッキングとかをね、私にパンツを脱がさせて、裸でその母親の履いてるストッキングを履けって言われて、履かされて、で、そういう姿をデジカメで撮られたりとか、下半身に指を挿入している部分、そこの部分だけをデジカメで撮られたりとか、とにかく性的な部分をたくさんデジカメで写真撮って、それをパソコンに取り組んで、で、父はそういうのを眺めるのが多分趣味じゃないけど好きだったみたいで、今思えば多分小学校4年生でそういうの始まる以前から多分始まってたんだと思うんだけど、例えば夜に2人だけでコンビニ行こうとか、あと帰り間際に手をつないで帰ろうとか、私はすごい結構嫌だって拒んだ記憶がすごいあるんだけど、いつもすごい手をつなぎたがっていて、そんな感じだったんですけど、小学校5年生になって、小学校5年生になって初めてバイブローター、大人のおもちゃを使われたりとかで、父に初めてを処女を取られたのも小学校5年生でした。怖くて声を上げることもできなくて、硬直して寝てるふりしたりして、我慢しかできなくて、で、私怖くて、ある時
母親が夜のお仕事の準備をしてる時に言ったんですね。今日はお仕事行かないでって精一杯の私の精一杯の心の声を伝えて、なんとか伝えたくて止めたんですけど伝わらなくて、父はエスカレートして、毎日じゃないけど結構な頻度で性行為を小学校5年生から中学校1年生まで続けてきました。私が強く記憶に残ってるのは、中学校1年生の、妊娠した年なんですけど、中学校1年生の確かね、夏休み前か夏休み中かに、私フィリピンのハーフっていうか母親がフィリピン人なんですけど、フィリピンの親戚が亡くなっちゃって、で急遽フィリピンに帰ることになって、親が会話してたのを聞いて、お兄ちゃんは私と一緒に行くからっていうのを聞いていて、で慌てて私がえってなって、私も一緒にフィリピンに帰りたいって言ったんですよ。それすっごい記憶に残ってて、父親に家の中で2人にされるのが怖くて、っていうかその前になんでお葬式でフィリピンに帰るのに、なんでお兄ちゃんだけ連れてって、なんで私だけ置いてくっていう感じで、まあ母親は本当に昔からお兄ちゃんが大事で、私のことは本当に見捨ててる感じだったんですけど、でやっぱりその時も、あなたは家にいなさいと、お父さんと一緒に留守番してなさいと、もっとその時に理由を聞けばよかったのに、私はその一言がすごいショックで、それ以上何も言うことができなくて迎えたんですよ、当日を。送り出して父と二人になった瞬間に、もうそこから4日間性行為しっぱなしだったんですね。4日間続けて仲出しされて、終わった後もシャワーで洗い流せば大丈夫って言われて、なんかもう本当に無心で洗ってたんですけど、で必ず父親と性行為する前に変な感じがするんですね、いつも。なんか媚薬なのか何なのか分かんないけど、いつも父に襲われる時はなんかふわふわした感じになってぼーっとするんですね。何をされてたかは分からない、だけどやっぱり抵抗できないくて、4日間そんなことが起こりました。で私は妊娠のメカニズムもまだ知らないし、セックスもお腹出しとかも本当に何もわからない状態で侵されてたので、本当に自分がどんな状況なのか何も把握できてない状況でした。で
母親たちが日本に帰ってきます。で、なぜその後に妊娠したか分かったかっていうと、まあ親って大体、まあ女の子の親って多分自分の子供の生理日とか予定日とか多分大体把握してるんですね。で、うちの母親もそうで、その侵されたその夏休みの時から、まあ、4ヶ月ぐらい経って母親がある時「あなた生理来ないわね」って言ってきて、で、私は生理来ないことに対して何も疑問を持たない年齢だったので、だから何って感じで、で、まあある時私が学校行ってて、母親が家でお昼掃除をしてる時に、父親のタンスから私の性器に指を入れてる写真を撮ってプリントされた紙が父親のタンスから出てきたみたいで、で、母がそれを見つけた瞬間に私が妊娠してるってすぐ確信したみたいで、すぐ父親に問いただしたらしいです。問いただして、で、私も学校から帰ってきて、もうそこからどういう会話になったかは覚えていないけど、もう夏休みから4ヶ月ほどなので、本当に今度は冬休みの前ぐらいにそういうことがあって病院行こうってなりました。で、私もそれが妊娠だっていうふうには気づかなかったんですけど、まあ違和感があって、中学校1年生のちょうどその時って、まあ体育の授業で校庭を走る内容だったんですけど、私とても足速かったんですよ。とても足が速いし、持久力はあるし、本当に何周走っててもニコニコ笑ってるぐらい走るのが好きで、全然苦じゃないくて。なのに、やっぱその3、4ヶ月経った頃、めちゃくちゃいきなりお腹が痛くなって、走り終わった後もすごいお腹が痛くなって、立ち上がれなくて、おかしいってちょっと思ってたんですよね。でもそれが妊娠とか、そういう、なんだろう、そういうのは頭よぎらなくて、っていうちょっと様子のおかしいところはあったんですけど、近くの病院に行って誰かに見つかったらいけないから、都内の病院に行こうっていうので、高田馬場の産婦人科まで連れて行かれて、確か妊娠4ヶ月計算合ってるかな、なんかそ、うん、多分そのぐらいだと思うんですけど、形も人間の形になって大きくなってるのは覚えてます。そこからはまた病院を紹介してもらって、渋谷にある病院で堕胎手術をしてっていう感じですかね。母には先生にクラスの男の子としてしまった手にしておきなさいみたいなことを言われましたね。父親と母親がどんな会話をしたかなんかは全然わからないです。わからないけど、父親も母親も私に謝ってくることはありませんでした。謝ってくることも私のメンタルのケアをしてくれることも一切なかったです。
しんどかったのは、12歳でできた心の傷と、お腹にできた大量の妊娠線と、赤くてね、膝裏にも赤い妊娠線がいっぱいできて、その状態で学校に行くのが本当に辛くて、部活もバレー部だったんだけど、もう何もやる気が起きなくて辞めました。で、暴力も性暴力も中学校1年生ぐらいで終わって、それ以降なくて終わってます。でも終わったと思ったんですよ。終わったと思ったの。最後にすごいことを聞かされたのは、一人目の子供を産んだ後で、孫を店に父親のところに訪れた時に、父親から放たれた言葉は、俺の子供も産んでおけばよかったのに、でした。父は長い間私に恋愛感情を持っていて、ずっと俺の女だ俺の女だって言われてきたんですね。だからお兄ちゃんがいても、お兄ちゃんと喋るなとか、お兄ちゃんの部屋に行くなとか言われていて、本当に女扱いされてたのを覚えてますね。でもまさか私がね、子供産んで自分の孫に会ってるのに、孫の顔を見てそんなことを思って口に出すなんて本当にありえない話で、ああ、終わってないんだなって思いました。まあ、これが私が受けた性虐待の話です。聞いてくださってありがとうございます。今何かに苦しんでる方がいましたら、コメントでお待ちしてます。